はい、今回は筋肉マンですね。テーマは超人オリンピックザ・ビッグファイトのファイナリストの紹介です。当時の彼らとその後についてさっくりと紹介していくのですが、今後もね、まあ見せ場はあるんでしょうかね。もちろんまあ言ってしまえばウォーズマンとかはね、もちろん見せ場とかはあるんでしょうけども、早速行きましょう。まずはこちらからです。筋肉マンということで、ちょっと基本データくどいかもしれないけど、初見の方にのこともね、ちょっと考慮してね、ちょっとさっとね、説明させていただきます。身長185センチ、体重90キロ、で、超人強度が95から7000万パワー以上、これは学研の図鑑の表記通りに、紹介しています。筋肉性出身で、超人総選挙2021では第5位で、まあ1ランクダウンということでしたね。今大会でウォーズマンを下し、超人オリンピック V2 チャンピオンに輝いています。この時点で すでにね、48の殺人技を得得しているのですが、本格的にプロレスで戦ったのはウォーズマン戦のみっていう印象はありますね。例えばその初戦のキングコブラ戦と次戦のベンキマン戦はギャグ要素が結構強めで、ウルフマン戦に関してはスモールールで行われていたんですよ。一方でウォーズマンとの対戦は苛烈を極め、肉のカーテンや筋肉バスターもね、初披露していました。マスクからね、髪の毛が露出してね、エルボースタンプで頭が血まみれになった、あの筋肉マンの姿がね、一番インパクトに残っているんですけれども、で、筋肉バスターを決勝戦で初めて使用した経緯についてはね、あの筋肉マンジャンプの方に掲載されている読み切り版の方にも描かれていましたね。なお、このシリーズで筋肉マンがマスク超人であることが明らかになっています。次に知恵の輪マンですね。身長175センチ、体重が65キロ、超人強度が30万パワーでノルウェー出身です。超人総選挙2021では第88位で12ランクダウンしていました。キューブマンと対戦するも知恵の輪を外されて敗北していました。近代おもちゃにはかなわんっていうこのセリフが印象的ですね。ディープオブマッスルのエピソードではキューブマンと再戦して一応ね、リベンジ果たしています。次にキングコブラですね。身長186センチ、体重が123キロ、超人強度が30万パワーでインド出身です。残念ながら超人総選挙2021では県外でした。その名の通りコブラがモチーフの超人ですが、その正体はロウソク超人です。ローで敵の動きを封じた上でとどめを刺す戦法が得意ですね。筋肉マンと対戦するもホームランボールが頭に直撃するなどの不幸に見舞われ、最後は頭に火をつけられて敗北しました。オリジン編ではネメシスとの対戦に臨む筋肉マンにエールを送っていましたね。次にウォッチマンですね。身長185センチ、体重が680キロって結構重いんですよ。超人強度が25万パワーでスイス出身です。超人総選挙2021はこちらも県外でした。敵を倒す時間を計算する正確無比な戦いが身上で、スリーパーホールドを得意とします。ブロッケンジュニアと対戦するもキャメルクラッチで体を真っ二つにされて敗北してしまいました。これはまさにあのラーメンマンがブロッケンマンにしたのとほぼ同じ感じでしたね。で、その後の出番はほとんどないんですが、正義の五本槍に入っていたら面白かったかもなとも思っていますね。結構このキャラ好きなんですけどね。次にティーパックマンです。身長170センチ、体重が78キロ、超人強度が25万パワーでスリランカ出身です。超人総選挙2021では第59位ということで、まあ、一応これ10ランクダウンしているんですよね。ウォーズマンに瞬殺された挙句、頭をもぎ取られて中の紅茶を飲まれてしまうなど悲惨な目に遭っていました。オメガケンタウリの6層核編では体をビルトアップさせて正義の5本槍の一人として参戦したんですよ。これね、あのね、
リアルタイムで読んでる時二度見したことは覚えていますね。ただまあヘイルマンと対戦するも敗北してしまい、再び頭を切断されてしまいました。彼の再登場によってね、多くの超人の再登場に希望が持てたっていう、そんな感じもしましたね。言い方悪いんだけど、ティーパックマンが出るんだったら他の超人にもチャンスあるんじゃないっていうふうには思っちゃったんですよね。次にブロッケンジュニアですね。身長195センチ、体重が90キロ、超人強度が90万パワーでドイツ出身です。超人総選挙2021では第7位ということで1ランクアップしています。宇宙の武士との戦いで初登場しているんですが、リング上で対戦するのはこのシリーズからですね。でこの時点でね、すでに握力は200を軽く超えるっていう風に紹介されていたんですよ。これはね、あの世界の超人シリーズっていう特集ですね。でウォッチマンを倒すんですが、ラーメンマンに力の差を見せつけられる形で敗北してしまいました。ちなみにザ・ビッグファイトではベルリンの赤い雨は確かなんだけど使用してなかったりしますね。最近ではアタル兄さんとフルメタルジャケットを結成して見事にオメガグロリアスに勝利するなど成長著しいんですが、成長の過程を最も楽しめる超人の一人かもしれません。超人総選挙の際に紹介されたコメントでそういった内容のものもありましたね。次にペンタゴンです。身長208センチ、体重が115キロ、超人強度が70万パワーでアメリカ合衆国出身です。超人総選挙2021では第27位で3ランクダウンしています。本当にあの登場シーンはね、決して多くないんですけどね、あの結構上の方に維持してるなっていう印象はありますね。で相手と体勢を入れ替えるクロノスチェンジなどチート級の技を使用するんですが、このシリーズではね、まだスピードを生かした空中殺法のみで戦っていましたね。あのクロノスチェンジとか、あとストップザタイムっていうのは夢の超人タッグ編から使用しています。で世界の超人シリーズではジャンプ力は超人界ナンバーワンとされる一方、パワーは他の超人と比べるとやや劣ると評されていました。ウォーズマンと対戦するも翼をもぎ取られたり、ベアクローで切り裂かれたりと、まあこちらも悲惨な目にあって敗北していましたね。でウォーズマンとの対戦は勝敗を決めずに描かれていたっていう有名なエピソードがあるんですが、アイドル超人としてメインキャラになる可能性もそれなりに高かったっていうことでしょうかね。そんなペンタゴンなんですが、オリジン編のブラックホール VS ジャックチー戦で4次元エレメント交差で颯爽と登場し、ジャックチーを圧倒したことで読者に大きな衝撃を与えていました。次にキューブマンですね。身長200センチ、体重が100キロって結構ね、あの分かりやすい感じなんですけれども、超人強度は8万パワー、ハンガリー出身です。超人総選挙2021では第88位ですが、これ1ランクアップしていますね。知恵のアマンに勝利するもウルフマンに完敗していました。頭部の6面を揃えられたら自ら敗北を認める、そういった潔さも持つんですが、ウルフマンがルービックキューブ針手でズルをした際には怒りの感情をあらわにしていました。ディープオブマッスルでは相手にパズルを解かせて一面揃えるごとにね、攻撃を仕掛けるというファイトを展開していました。次にベンキマンですね。身長185センチ、体重が87キロ、超人強度が40万パワーで古代インカ出身ですね。まあペリューなんですけれども、超人総選挙2021では第64位で、こちらは16ランクダウンしていますね。やっぱりあの正義の5本槍のメンバーって、あの超人総選挙2019でガッてね、順位上げてるんだけど、それ以降出番がないんで、2021では結構ランクダウンしているっていうケースがあってたりします。で相手を団子状にして自分の体の便器で流してしまう恐怖の便器流しが得意技です。強キャラ感もなんか出てた感じがするんですが、筋肉マンとの対戦ではパンツで便器を詰まらされ、半ば自爆する形で敗北してしまいました。ちなみにね、初期のデザインはね、足が手より短いって言ったものだったんですよね。後に正義の5本槍としてギアマスターと対戦し発光
現象を生じさせる、まあ、未知のパワーですよね、まあ、生じさせるんですが敗北してしまいました。恐怖の便器流しがねギアマスターに決まった場面はかなりかっこよかったですね。まさかあのギアマスターが団子状にされるとは思わなかったので技が通用したのはちょっと意外でした。次にラーメンマンですね。身長208センチ、体重が130キロ、超人強度が97万パワーで中国河南省出身です。超人総選挙2021では第15位でした。第20回超人オリンピックでは残虐超人としてのキャラが濃かったんですが、このシリーズからブロッケンジュニアの死のような存在として描かれ始めています。ブロッケンジュニアに干渉するもウォーズマンとの対戦ではベアクローで頭をえぐられ敗北、植物人間のような状態になってしまうのですが、それでも筋肉マンにテレパシーのような感じでアドバイスを送り続けていました。超人のシリーズではね、ウォーズマンとのねタッグまでいかなかったかもしれないけど、タッグ結成未遂みたいな感じとこまであったんですけれども、個人的にはねあそこまで行ったんだったらね、あの実現してほしかったっていうのは確かにありますね。次にウルフマンですね。身長190センチ、体重が102キロ、超人強度が80万パワーで日本出身です。超人総選挙2021では第22位で4ランクアップしています。実在した力士千代の富士がモデルの超人で、合掌ひねりなど相撲の技を得意としています。キューブマンに干渉するんですが、次の筋肉マン戦では相撲ルールが採用されるも惜敗してしまいました。でウルフマンってゆで卵先生がね発案した超人で、筋肉マンの新たなライバルとして登場させたものの、長い間不遇な扱いを受け続けていました。しかしオメガケンタウリの六層核編のルナイトとの対戦では、知らぬい雲流投げという、これかっこいい、個人的にねかっこいいと思う新必殺技で久方ぶりの勝利を挙げていました。最近ではなんかまたね存在が消されたかのように登場しなくなってしまったんですけどね。次にウォーズマンですね。身長210センチ、体重が150キロ、超人強度が100万パワーでソビエト連邦出身です。超人総選挙2021では第4位ということで1ランクアップしているんですよ。これだから筋肉マンが前回4位でウォーズマン5位だったんだけど、超人総選挙2021で入れ替わったって感じですね。で、ベアクローを使用した技の他にパロスペシャルなどの必殺技も持っています。いわゆる筋肉バスターのような激突技の必殺技は持っていない感じですかね。まあ、ある意味ウォーズマンらしいかなと思うんですが、すべての面で完成度が高く、残虐ファイトもラーメンマン以上と紹介されていましたね。まあ、さすがザ・ビッグファイト編のボスです。決勝挑戦前にはヒゲを剃るという、まあ、ある意味有名な場面もありました。で、まあ、本戦では ティーパックマン、ペンタゴン、ラーメンマンを残虐ファイトで血の海に沈めていたのですが、まあ、これ超人のシリーズまででね、まあ、自分の数え間違いがなければウォーズマンって原作では5勝してたのかなと思うんですが、そのうちの3勝をねザ・ビッグファイトで上げているっていうことになるんですよね。で、決勝戦では筋肉マンに敗北、原作では筋肉バスターの最初の犠牲者となりました。7人の悪魔超人編以降ですね、いわゆるかませ担当に甘んじていたんですが、オリジン編以降は正義超人のリーダーとなるべく奮闘しています。現在、まあ、いわばバベルの塔の最上階にたどり着いた時点ではなんていうかロビンとは微妙な関係なんですが、超人指定コンビ再結成などの展開はあるんでしょうかね。ところで、その最近カレクックの戦いを通じて残虐超人の生き様が描かれていたんですが、あのやっぱねザ・ビッグファイト編の時のウォーズマンも自分は結構好きなんですよね。今のウォーズマンも好きなんですけど、だからその残虐超人のまま生きるウォーズマンもちょっと見てみたかった気はしますね。ということで今回はこのあたりで終わろうと思います。ご視聴いただきありがとうございました。